皆さんおはようございます。川村ゆきです。含みレディオのお時間がやってまいりました。はい、いやー暑い7月だね。えいやみんな元気してますか？はい、私は元気です。はい、私の誕生月です。はいはい、ねえ、まあ、今7月なんですけどね、もうまあ6月のお話しますけど、6月の中旬の土日に吉原の方で祇園祭というお祭りが開催されまして、でその同じ日にアンテラでちょっとしたBGM がとして、まあ、がっつり聞く感じじゃなくてちょっと BGM としてなんかマシンライブをやってくれっていうお誘いを受けたからです。はい、まあ、その話をね聞かせてくれたのは、まあ、ウッドベイさんからなんですけど、うん、まあね、祇園祭ってお祭りじゃないですか。お祭りって人とかもいっぱいいて、屋台とかもいっぱいいて、まあ、まあ、あとなんかおみこしを担いだりとかそういうのあるじゃないですか。まあいろいろあるから疲れるじゃないですか。疲れると休憩したくなるじゃないですか。はい、で休憩したくなるからこの日のアンテラさんを休憩所にしてしまおうと。はい、休憩所にするんでちょっとね、BGM が欲しいなということで、まあ僕とマルとウッドベイさんとガマシット君、あと DJ ののりえこさんで、まあ音を出してくれないか、はい、そういう依頼をね受けました。はい、まあ当日はね、まあ、お祭りなんでね、道の通行止めがね、まあところどころにしてあるし、うん、車で行くとなるとすんげえ面倒なんだよ。ここはまあ珍しく電車で行きました。富士駅から学南電車に乗ってもう吉原に来ました、うん、吉原駅改札の目の前に本当にアンテラがありました。徒歩7分のところ。はい、でアンテラ自体僕は初めて聞きましたけど、ね、2階建ての建物になって1階がバーカウンターになってて、2階がライブできるスペースとなってて、うん、で BGM 係として呼ばれたから1階のライブスペースに、CDJ がとターンテーブルと、まあ、機材も並べてあったりとかもずらっと並べて、横一列で並べてあって、うん、まあ午前中用事があったからまあ遅れてきたんだけど、まあ、あれが行った時ね、CDJ で曲をかけてて、そのミキサーのエフェクト、まあ、フィルターとか、ね、ディレイとかで、もうじゃんじゃんもう適当にもういじくってて、どういう状況なのかなって、もう行ってすぐこれだと思うんで、これどういう状況なのって聞いたら、いや、まだライブ始まってないですよって言ったもんで、もう何にももうタイムテーブルも何にも決まってないですよって言って、って。うん、もうだから先もちょっと分かんないもんで、ちょっといつ終わるのかっていうのでも何も分かんない状態で来たもんで、戸惑ったっていうか、まあ、あまりもうすんげえフリーダムすぎてもんで、ね、まあね、パグマルセンサーの機材をセットして、まあいろいろとね音を出していって、たらもうなんかいつの間にかライブを45分間やらせていただいてね、気づいたら出番終わっていたって感じで今回はまあライブをすぞっていうなんかガッチリとやる感じのねイベントではないんで、ライブっていうよりなんか DJ 感覚でやってた、うん、そういうことこの間のお待ちのライブの時でのはあんな感じでやったもんで、うん、でこの日の機材はいつも使ってるローランド TR8、 まあこれはリズムマシンなん で今回は初めてライブデビューしました、ローランド JU-06A。 はい、こちらはローランドのシンセサイザーのジュノ106と60の音を完全再現したそういう復刻版みたいなシンセなんですけど、まあ、シンセっていうかこれはまあシーケンサーなんで、まあこれはこれ再生ボタンを押せばもうその通りもう演奏してくれる感じのシーケンサーなんで、まあでも音は本当良くてすごいかっこいい音が出る感じのシンセサイザーなんで、結構復刻版だからちょっと小型なもんでちょっと持ち運びにも便利だし、うん、結構最近ではちょっと楽曲制作にもまあ使っております。まあ、その機材をね持ってライブしました。はい
ぱね、ちょっとあんまりちょっとライブには慣れてないから、ちょっとこの機材使うにはちょっと高音の部分がね、ちょっとね、なんかキュッてね、なんかね、出過ぎちゃったのかなって思う時はしばしばありましたね。うん、ちょっと耳障りになってないかなと思って、ちょっと高音の調整がちょっと難しいかなと思って、まあこれはただちょっと自分が慣れていないだけなんですけど、まあでも本当に、個人的にすごい好きな機材なんで、ちょっとね、それを見せびらかしたかったなっていうことで持ってきました。はい。まあアンテナは建物周辺が踏切あって、まあ、警報器のカンカンって音と、もう電車が通る音が、ね、聞こえてくるのかなと思ったんだけど、いや、その建物、アンテナの中にいると、その音が全然聞こえてこないんですよね。うん。まあ、音がガンガン鳴ってるのもそうだし、あの棒の壁とかも結構敷いてあるらしいもんで、アンテナの外にあの液晶テレビを置いてあるんですよ。まあ、2階で何やってるかっていうのは、見れるわけなんですよね。ライブしたりとか DJ やったりとかって、その様子がね見れたんですよね。ライブスペースに入れない人でも、まあのお店の液晶画面からも音が出てるんで、まあ外でも、まあパグマルセンサーの音が届けられたっていう、パグマルだけじゃなくてね、まあ他の出演者の人たちも、まあ、そういうテクノサウンド届けられたっていう。で、俺の出番の時に、ね、俺結構ミニマルなテクノを流していて、でその途中なんか踏切の音が流れてきて、でカンカンカンって音が、でその音がすごい絶妙に溶け込んでいたらしいんですよ。なんか踏切が止んだ時のにあのフィルのタイミングがすごいマッチしてて、なんか ミニマルの神様に脳を逆なられたっていう気がしたっていう、そうウッドベースさんがおっしゃってましたけど、はい、やっぱ面白いですね。なんかこういうこともあるからね、即興演奏は楽しいですよ。あとね、俺ねこの日に丸切ったんだけど、いやこの日の丸ね、あの絶好調だった。よかったっけ、あのこれちょっと丸の話になるけど、なんか最近なんか丸のライブ、まあおまちの時も出たけど、丸のとか結構なんかね、オーディエンスの心をなんか掴んでいるような、掴めているような感じしたんですよ。結構ね、フロアにはね、まあ、親子連れも来ていて、もう小さい子も結構乗ってたんですよね。本当に。で、多分丸のベリンガーの、あの303を触らせて、もうコミュニケーションを取っていたっていうね、微笑ましい光景も出てきて、いや、もう、がっちり掴んだなって思って。いやもうあれはね、俺参ったよって思って、この間のおまちの時もあの全然知らない人から、まあライブ中に声かけて興味持ってくれたっていう、いや本当だって本当どんどん成長してるなと思って、だってあのこの間のあのダズバーのハイハットの時にも動画ちょっと見させてもらったんですけど、なんか盛り上がったみたいで、本当にもうヒゲダンスの音をなんか、ね、使ったりとかして、アニソンとかをね刻んでそれサンプルしたりとからしくて、すごいな。でそのマルがあのガマシット君とね一緒に息の合ったプレイ、ガマシート君がミキサーのエフェクト、あ、まあ、エコーかけたりとか、フィルターかけたりとかして、結構ね、合ってたんですよね、本当にもう。マルの演奏と。あーすげえ、意気投合しちゃって、あいいなって。俺はただ見つめることしかできないけど、まあ、まあ、そんなことがありました。はい。まあ、あの、お祭り自体は、あの、午後の9時に終了したんですけど、なんかその後、なんかアニソン DJ 大会だって言ってね、なんか DJ 大会を始めたんですよね。でも、俺絶対長くなりそうだなと思って、僕は無言で帰っていきました。はい。あ、まあ、沖田さんには挨拶しましたけど、まあ、はい。まあ、僕も、ね、あの、まあ、アンテナ抜け出して、祇園祭を楽しみましたよ。ね。太鼓の演奏を見たりとか、まあ、屋台とか行ってご飯食べたりとか、まあ、いろいろ歩いてみたりとかね、まあ、
自分なりにお祭りを楽しんだわけで、なかなか普段自分からお祭りに行こうっていう気にはなんないですよ、正直。はい、だからまあそういう機会、なんかマシンライブやる機会があったからこそ、まあそういうお祭りにまあ行けたわけなので、うん、まあこれはまあいいかなと思って自分の中では、はい、うん、まあ次行くのは多分ね、誘われて、まあなんかライブとかに誘われたから、まあ行こうかな、まあついでに行こうかなって祭りに、うん、まあね、まあ、8月になるとね、花火大会もいろんなところで開催されますんでね、まあ行ってみようかなとは思っております。はい、友達誘ってね、うん、まあその野外でね、自分もねライブができたらいいなと思っております。はい、終わり。はい、お知らせです。7月16日の日曜日、静岡市葵区徳川町にあるエースレストにてベッドサイトミュージックシャープ2を開催いたします。ライブはかやぬき、リルトザン、坂田慎吾さん、タンタヌ、マル。時間はオープン17時、スタートが17時半、料金は1000円、ただし23歳以下は無料となっております。で、詳細の方は動画の概要欄をチェックよろしくです。このエースレストのベッドサイトミュージック、このイベントはマルが企画していて、5月にもう1回目があったんですよ、ね、僕行きました。はい、その時はまあアンビエント中心のイベントでしたけど、今回なんとね、まあアンビエントだけじゃなくて、なんかブレックコアを含むイベントになるそうなんでね、うん、お近くのね電子音楽好きは、興味ある方はね、ぜひ行ってみてはどうすか。うん、エースレスト、おしゃれな雰囲気のお店なんでね、ぜひ一度はね行ってみてほしいです。はい、ね、あとユーリプラスくんと一緒にユニットを立ち上げました。スカイフォンスピーカーズの、ね、公式 SNS がね開設しております。 Twitter、Instagram ありますんでね、フォローしてください。動画の概要欄に URL が載っております。はい、でそのスカイフォンスピーカーズがなんと8月5日の土曜日、御殿場臨港で開催されるミュートにて初ライブを行いますんでね、ぜひ来てみてください。はい、もう自分たちも何が合うのか起こるのか分かってないですかねうん、まあちょっとまあね、1ヶ月に1回のペースでスタジオ入ってるんですけど、うんね、まだまだちょっとね、でもある程度形にはなってるんですけど、まあどこに向かっているのかっていうの分かってないんでね、うん、僕もゆうりくんも、はい、ぜひね楽しみにしてください。 SNS フォローもよろしくお願いします。そうそう、含み入れるともありがとうございます。はい、まあ、今回はね、祇園祭についてお話しましたけど、まあ、ちょっと時間の都合でちょっとお話できなかったんですよ。太鼓、みこしについてとか、まあ、太鼓のことってなんか伝統のある人力ミニマルミュージックだなと思う話とか、あとこの間数年ぶりにキッカーズに行ってきたんですよね。うん、まあ、僕は DJ イベントやった時に、まあ、お世話になった箱なんですけどね、まあ、そのことについてお話ししたかったし、まあ、こんな感じなんで、2023年下半期もね、まあ、パクマルセンサーとか、まあ、含みレコードもね、うん、どんどんね、まあ、前進していこうかなと考えております。はい、以上ね、あと含みレディオじゃない、含みレコードの YouTube チャンネルも登録お願いします。高評価ボタンもお願いします。コメントもよろしくお願いします。はい、以上パクマルセンサーの川村祐樹でした。ありがとうございました。